おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目22時15分のニュースをお届けします。本日8月19日、四国警告日本関連の最新情報とアフガニスタン、米国最新ニュースなどをご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。これはやばいと思った方はご評価を。こんな情報もあるよって方はコメント欄で教えていただけると幸いです。本日もルールが厳しくなっている都合上、隠語を使わせていただきます。何卒ご了承ください。ちなみにプレミアメンバーシップやばい講座、今日は配信がございます。安藤忠信さん×吉田光一郎さんのやばい講座、やばいコンビスペシャルとなっておりますので、ぜひご視聴応援よろしくお願いいたします。今表示されている画像を参考にしていただきまして、登録応援よろしくお願いいたします。それでは早速本編に参りましょう。今日も数々のデータと紹介していきたいと思います。まずはこちら。ダム大国、四国で今何が、専門家、7割以上のダムに安全上の懸念というようなことが言われております。四国では最近豪雨と洪水が頻繁に発生して、深刻な被害をもたらしています。水利専門家のこちらの方は、世界のダムの半数に相当する約10万基が四国に集中しているが、その7割以上は安全上の懸念があるとした上で、河南省の水害で当時放流されていたダムの数についても疑問を呈していますというように言われていますね。はい、いや、こんなに集中、四国に集中しているとは知りませんでしたね。しかもそれのほとんどがやばいということで、ちょっとやばいですね。で、こちら。衰退止まらない、一帯一路、四国余力なく、貸付額はピーク時から大幅低下というふうなことも言われております。はい、今結構ね、四国やばいというふうに言われていますが、こういう面でもそのやばさが現れてきているのかもしれませんね。で、こちら。国境なき記者団。外国人記者の釈放を CCP に要求というふうに言われています。オーストラリアのジャーナリスト、セイライ氏は2020年8月14日、外国に国家機密を漏らしたという疑いで CCP 当局に逮捕された。それから1年経った今、国境なき記者団は13日、CCP にセイライ氏の即時釈放を求め、改めて呼びかけたというふうに言われております。まあ、こうやっていろんな方を、ね、捕まえていらっしゃると思うので、本当に、ね、この方も早く釈放してほしいなと思いますね。で、こちら。ここから警告関連ですね。このラーメン、警告ラーメンが基準値を超えていたという話についてですね、こちらですね。検出されたのは輸出用で、警告流内では流出していないとメーカー側は主張している。海外輸出用は釜山工場で、国内用はアンヤンやアンソンなど他の工場で生産されているため問題がない。政府はこういう情報をきちんと広報すべきでは、すっきり、断捨離、断、すっきり、感謝りというふうに言われてますね。はい、このラーメンですね。警告のラーメンを EU 諸国が、輸入するのは禁止みたいな感じにしていましたが、まあ、このようにですね、こういう情報も出てきていますね。で、こちら。警告のラーメンですね。発がん性物質検出、脳神。検出されたのは、輸出用で国内では流通していない。韓国国民は安心してというふうな先ほどのことですね。はい、坂東さんがこのようにコメントされてたことが改めてこちらで紹介させていただきました。で、こちら。警告政府、日本指導者が靖国参拝を繰り返す深い失望遺憾というふうに言われていますね。結構いろんな方がもう参拝されたんですが、このようにですね、繰り返したことに対して深い失望と遺憾を表すみたいな感じでおっしゃったようですね。はい。まあ言っといてくださいっていう感じですかね。で、こちら。完全な嘘なのに警告人の絶対多数が信じていることが警告ネット掲示板で話題に。警告ネット、韓国人にとっての歴史書は単なる精神勝利の道具に過ぎない。矛盾に耐えなければ警告人ではないというふうに言われています。はい、このネットの反応が面白いですね。矛盾に耐えなければ警告人ではないみたいな感じのことを警告ネット内で言われているようですね。これで一応読んでいきましょうか。未だ抗日運動勢力、幸福軍、独立軍が日本を打ち破って解放させたという嘘がはびこっている。警告の教科書には実際にそのように記述されている。これは完全な歴史歪曲だ。日本は独立軍に何のダメージも受けていない。米国のリトルボーイとファットマン2発を受けて日本は降伏宣言し、我々は解放されたのだ。最高の降伏烈士は米国だが、米国に感謝する左派は一人もいない、みたいな感じのことを、まあ、この左派じゃないですね、警告人の方がおっしゃってたようですね。こちらの開会反応通信さんの中で言われてたようですね。はい、かなり面白かったので紹介させていただきました。で、こちら MI2 さんのツイートです。警告野党議員が竹島上陸。警告が不法に占拠している島根県竹島に警告の国会議員が上陸したことに、加藤官房長官、事前に抗議中止の申し出を行ってきた。そうした中で竹島の強行上陸は日本国としては到底受け入れられない、極めて遺憾だ、強く抗議をした。抗議のみは警告は何も感じませんというふうに言われてますね。もう散々抗議してるけど何も変わってないですもんね。
で、こちら、小崎奈々さんのツイートです。渓谷政府が日本政府の抗議を一蹴したとアピール。渓谷国会議員が竹島に上陸したことに対して、日本政府が在日韓国大使館と韓国外交部に、抗議したもので、渓谷は日本の不当な主張としている。敵対行為を続ける国なら大使館には引き上げてもらうべき。無礼な大使も不要。で、こちら、竹島に上陸したのは渓谷野党のホン・ソクチョン議員。日本政府は船越アジア太平洋局長が中日韓国大使館へ、日本大使館の熊谷公使が渓谷外交部へそれぞれに抗議したが、渓谷側はこれらを一蹴したと自らのアピールに利用した。日本もそろそろ相手にとって痛い方法で抗議の意思を伝えるべきというように言われていますね。本当そろそろね、いろいろやり方考えるべきですよね。で、こちら、 IOC 日本正しい、渓谷は嘘。 IOC が渓谷メディアの取材に回答し、大韓体育会会長が主張した IOC は旭日旗を禁止した発言を完全否定した。 IOC はさらに旭日旗に対する従来の立場を再確認する書簡を渓谷に送っており、パラリンピック前に渓谷側の嘘が批判された形、嘘つきは制裁。 IOC に取材をしたのは中央日報。パラリンピックを前に旭日旗応援の可否を確認した形だったが、ご希望は叶わず、日本の主張が間違っていなかったと認めざるを得ない状況に。オリンピックメディアセンターで堂々と嘘をついたイ・ギフン大韓体育会会長と渓谷にはペナルティを課すべきではというふうに言われています。よくこんな堂々と嘘つけるなって感じですね。で、こちら、国会日本関連ですね。木下都議めぐり、小池都知事に有志団体が請願書提出。5609人の板橋区民が怒りの署名。7月2日までに回答を求める。依然として7月2日なんですね。7月2日までに回答を求めるという書かれていますね、ここには。依然として木下都議は雲隠れ、その間も月132万円ネット、選挙運動までしたんだから小池氏には説明責任があるというように言われていますね。ここですね、24日までに文書で回答することの4点となっているというようにです。24日までに回答を求めているのかもしれませんね。はい、これもちょっとね、何もしてないのに、依然としてお金だけはもらっている、もらうことになるというような感じみたいですね。これやばいですね。で、こちら、朝日新聞またやらかす。ジャーナリストから送ってもらった画像の出所は SNS の画像だった疑惑。記事を丸ごと削除。ネット、また朝日ね、驚かない。ジャーナリスト宣言した新聞屋ってどこだったっけというふうに言われております。今こんな感じでどんなコンテンツをお探しですか。ページ not found というふうになっており、なっているみたいですね。こちら、本日配信した米国の失敗、20年間のアフガン戦争の大義どこには、複数の画像について撮影者や撮影日時などが特定できないため、記事を含めて公開を終了しました。当該記事についてのツイートも削除していますというように、朝日新聞さんのツイートで書かれているんですが、まあ、こういうような写真だったみたいですね。はい、アフガン関連の写真だったみたいですね。朝日新聞が削除した記事は、ジャーナリストと言われる人から提供されたと言いながら、その出所は SNS だった疑惑が出ているというように言われております。はい。で、こちらですね、ジャーナリストのこちらの方が朝日新聞に提供した写真のほとんどがネットに掲載されている盗用疑惑が発覚して、朝日新聞は削除してなかったことにというふうに言われておりますね。はい、こちらの写真ですね。はい、というわけでいろんな写真があるんですかね。これちょっとどう、ね、こういう実物を見れたわけじゃないので、ちょっとこんな感じであやふやなところもあるんですが、ね、皆さんぜひ詳しいことをご存知の方はですね、コメント欄で教えていただけたらと思います。で、こちら、鳩山由紀夫元首相、東京五輪聖火台に難癖、私の友人の作品と類似、盗作ではないか、嘘で塗り固めた五輪の象徴のよう。ネットの反応、違いすぎるだろう、お前の写真のやつなんかそこら中にあるだろうというふうに言われております。はい、このデザイン見覚えがありませんか。八角形の台の上に球体、これは友人の建築事務所のこちらの代表の作品で、イタリアで実証されたものです。これと比率などもそっくりなものが五輪の聖火台になっていました。盗作ではないかと疑われても仕方ないでしょう。嘘で塗り固めた五輪の象徴のようですというように言われておりますね。これのことをおっしゃってるんですかね。はい、いやー、なんかどうなんですかね、実際とかね。で、こちら、玉川徹氏、煽りすぎのモーニングショーに疑問、伝え方きっちりやらないと。ネット、自分のことを棚に上げて、調査委員会の設置はどうなったというふうに言われていますね。テレビ朝日の玉川徹氏が18日、同局モーニングショーに出演、同番組の報道姿勢に疑問を呈したというふうに言われております。これはこの日、こちらの千葉県で大上犬が逃げ出し、無事に捕獲された話題を扱った。
というふうな流れの中でですね、こちらですね、玉川氏は住民を恐怖に陥れたとナレーションがあったんですけど、調べてみるとあくまで狼じゃないので性格はおとなしめの犬ってことですよねと確認。私たちの仕事は狼犬だけど狼ではありませんということをちゃんと言わないといけない。例えば秋田犬が逃げましたと言ってもこんな大騒ぎにはならない。シベリアンハスキーが逃げましたと言われても捕まえなきゃいけないと思うだろうけど、恐怖に陥れるところまではいかないと話し、メディアの伝え方はきっちりやらないといけない。狼犬という名前に引きずられたかなと煽りすぎる傾向の報道姿勢にイエローカードを出したと。羽鳥さんは引きずられているのはありますね、知らなかったからと認めたというふうに言われておりますね。はい、まあこれに対してね、まあいろんなネットの反応があるんですが、こちらですね、玉川さんは自分で言ってることが分かっていないようだな、伝え方、真実を隠すねじ曲げる、罪のない店、人に罪をかぶせて批判しまくる、あなたたちの1000倍特許だろうよというふうなところで、10人朝まで生テキーラの件はどうなったみたいな感じで、まあ皆さんネットで批判されていらっしゃいますね。はい、煽りすぎなのは誰なんですかね。で、こちら石木正治さんについてですね、私の知る多様性というものは自分と違う意見も認めるはずなのだが、我が国において多様性を名乗る人々は自分と違う意見を認めないどころか、暴力を含むありとあらゆる手段でそれを封じようとする、そういう人たちは真の多様性にとっては害でしかないというふうに言われていますね。本当に多様性と言いながら多様性ではないような、ダブスターというふうに言われるようなことがたくさん起こっていますよね。こちら、日本大使館のアフガニスタン人職員、国外への退避できず、日本のために尽くしてきたが、ネットの反応、朝日っぽい記事だなと思ったら、やっぱり朝日だった。わら、お前らが自衛隊の派遣やらで反対し続けてきたせいやろ、というふうに、せいだろというふうに言われていますね。はい、朝日新聞がこのように報じているようですね。で、こちら。恐怖、立憲民主党議員、タリバン政権を日本政府は承認しろ、現在は削除。タリバンがどれだけ女性の人権を抑圧し、やばいことしているか知らないの、こういう人を戦利品扱いするのがタリバンですよっていうふうに言われていますね。はい、こちらの立憲の方がこのようにですね、アフガニスタン、日本はタリバン政権を認めるべき、国際社会の関与が大きい方が人権問題や難民対応も改善される、ずっと戦いが継続してきたアフガニスタン安定させるを第一とした外交を立憲民主党というふうにですね、これすでに削除されているようなんですが、このようにおっしゃってたみたいですね。で、こちらですね、立憲民主党、日本はタリバン政権を認めるべきのツイートをしれっと削除というふうに言われております。はい、でこちらも合わせて見ていきましょう。こちらですね、こちらの方があのようにつぶやかれたんですが、こちらのリプ欄ではですね、先ほどの画像を貼られて、消すなよわらわら、とりあえず説明してくれるっていう、みんな結構こうやって皆さんに言われちゃってますね。はい、いやーすごいなと、立憲民主党さんすごいなと思いました。でこちらですね、これびっくりしたんですが、このツイートはあまり注目されてないけどやばすぎる。日本の領土を狙いまくっている独裁国家の C 国と癒着する立憲民主党。こんな政党は絶対に次の選挙で議席ゼロにすべきですというように言われているんです。はい、というわけでこちら、C 国の駐日本国大使館みたいなんですが、これちょっと見てみましょうかね。現在、中日関係は好転、発展する勢いを維持しており、C 国は日本とともに、両国指導者の重要な共通認識を実行に移し、各分野の交流協力を深め、両国関係の健全で安定した持続的発展を図り、手を携えて地域経済の振興を図ることを願っている。立憲民主党がそのために引き続き、積極的役割を果たすことを希望する、みたいな感じで言われているんですね。ちょっとこれ開くとこのようになってしまうので、ちょっとこの下、今見れないんですが、そのように書かれていますね。そのために引き続き、失礼しました。立憲民主党がそのために引き続き積極的役割を果たすことを希望するというふうにこちらに書かれていますね。はい、これ2020年11月10日のツイートなんですが、このようなツイートはちょっと知らなかったですね。はい、C 国と立憲民主党の関係っていうのを示しているような、これが事実であればですね、事実であればすごい重要なツイートですよね。やばすぎですね。で、こちら、ここから、米国タリバン関係ですね。梅さん、支持率最低に 46%、タリバン復権受けというふうに言われております。本当にタリバンがね、復権し、梅さんの支持率が下がってきているようですね。で、こちら、ちょっと数があるので、まだまだ数が出たと紹介していきますね。こちら、梅さん政権のカービー国防相報道官の記者会見、記者、アフガニスタン内のアメリカ人がタリバンの検問所を通れず飛行場に行けない状況と聞くが、カービー報道官、私は直接関わっていないのでわからない、結果が全てを物語るだろうみたいな感じで、すごいね、こういうことをおっしゃるんですね。で、こちら、ホワイトハウスの記者会見、アフガンについて、記者、
梅さんは未だに各国首脳と話していないが、先報道官、今は現場レベルの活動で首脳レベルの段階ではない。アフガン危機になり、6日間も声明がなく、国民演説の後、即夏季休暇に戻ったバイデン、何が起きているっていうふうに言われていますね。これ17時間前ですので、まあ、その後もしかしたら連絡を取ってらっしゃるというような情報も聞いたような気がして、ちょっと明確な情報が今すぐ出てこないんですが、このようにですね、17時間前についてはこのように言われてたようですね。で、こちらですね。タリバンは梅さんに9月11日までに全ての米軍をアフガニスタンから撤退させるように指示しますというように言われていますね。こういうことも言われていますね。タリバンは現在梅さんと民主党員に新しい当事者が今後4週間で何を期待しているのかを伝えています。タリバンのスポークスマンスハイル・シャヒーンは、米国は9月11日までに全ての軍隊を撤退させるべきだと述べているというようなことも言われていますね。で、こちら、米軍 C-17 輸送機がカブールから過去最大640人のアフガン人を乗せて大脱出。梅さん政権はカブールに取り残された1万から1万5千人の米国民に、政府はあなた方の安全を保証できないと見捨てるメッセージみたいなことも言われているようですね。これはすごいことなってますね。で、これ、こちらですね。そして左派主流メディア CBS のレポーターサラ・クック記者は、カブールに取り残された米国人に米国政府から送信されたメッセージを投稿しているというように言われているんですが、この中です、こちらですね。なお、米国政府はあなた方の安全を保障できないことをあらかじめご了承ください、ご了承くださいみたいなことも言われているようですね。はい、これ事実であれば、ね、国が見捨てたっていう形になってしまうんでしょうか。もう本当に、ね、すごいことになってますね。で、こちら、CNN まで見放す梅さん政権の無能さ、次々明らかに。 CNN 記者を、国防総省は米国の装備がタリバンの手に渡るのを防ぐ計画があるかどうかという質問に答えることができないというふうに言われていまして、こちら、加藤さんのツイートですね。日本の指揮者たちはトラさんと違って梅さんの外交安保チームはプロで固められているので安心と説いてきた。甘いという他はない。とりあえずタリバン補佐官の解任論が高まってきたと島田洋一氏。アフガンに関する見通しの甘さと間違いは歴史的恥辱。もう情報を米国にだけ頼るのは危ないというふうに言われていますね。本当にそうですね。米国にだけ頼るのは危ないですね。で、こちら、藤原さんのツイートです。ホワイトハウス、総統領の武器がタリバンの手に落ちたことを認めたというふうに認めたようですね。で、こちらですね。ツイッターは、ツイナンチャラはタリバンを許容、フェイナンチャラは禁止というふうなことが出てきていまして、こちら、藤原さんのツイートです。タリバンが初の記者会見、質問を受けていたアルジャジーラのアンカーは称賛。梅さんは質問を受けなかった。タリバンの干渉、米国の乾杯ということだというふうに言われちゃってますね。タリバンはちゃんと記者会見で質問を受けてたんですね。で、こちら、タリバンの最初の記者会見。報復しない、イスラム教の範囲内で女性の権利を保護する。メディアは独立しているが、国益に反する報道は禁止。他国を攻撃する組織は入れない。これはなしの国になるというように言われているようですね。はい、今までこういうことがあったということになるんですかね。逆に言うとね、まあ、いろんなことが言われているのですが、本当に、ね、守られるのでしょうかね。で、こちら、タリバンの PR 合戦。アフガニスタンで女性の権利を尊重する。嘘、本当は過激なイスラム。大手メディア PR 合戦。アフガニスタンで女性の権利を尊重すべき。嘘、本当はこれと鉱山利権にしか興味ない。コメント、どっちの嘘が勝つのか競争。でも嘘が2つ重なると本当に権利尊重される可能性もありというふうなことを言われていますね。はい、本当に権利が尊重される可能性もあるというふうに分析されていらっしゃいますがね、これどうなるのでしょうか。ちょっと様子を見ていきたいと思っております。で、こちら、ちょっと数があるのでざっと紹介していきますね。タリバンのテレビ放送が始まった。かつてのタリバン支配時代では考えられない映像で、女性アンカーがタリバン幹部にインタビュー。人々がタリバンを恐れていることになお驚かされたと幹部は答えた。巧妙なプロパガンダで情報戦をできることに驚いた。顧問はイランか CCP かというふうに言われていますね。はい、裏にイランや CCP がいるというふうな噂も流れていまして、どうなっていくことやらって感じですね。で、こちら、メイさんのツイートです。タリバン米軍装備でパワーアップ。ホワイトハウスはアフガニスタンにあった米軍装備品のかなりの量がタリバンの手に渡ったと認めました。ジェイク・サリバン国家安全保障担当が記者会見で、重火器、装甲車、弾薬等の大量の貯蔵庫にタリバンはアクセス可能だというふうに認めたということですね。で、こちら、こちらもですね。アメリカはアフガニスタンへのドル送金を停止し、タリバンの手に現金が渡らないようにしました。米政府は FRB や
アメリカの銀行が管理するアフガニスタン政府の口座からタリバンを遮断し、国際通貨基金にある約5億ドルの準備金を引き出せないように措置。もはや、早速闇金 C 国の出番ですというようなことが言われていますね。はい、お金の面で C 国がまた援助するのかもしれませんね。で、こちら、トモさんのツイートです。アルジャジーラ、アフガニスタンとパキスタンの国境、スピンボルダックとチャマンから数千人のアフガン人がパキスタンに入国、釈放されたタリバン囚人なども含む、越境地点のトルカム検問所が一時閉鎖されるも現在はオープン、関税値下げされたらしい、タリバンを歓迎するアフガン人もいるというように言われていますね。はい、このようにちょっといろんな状況が複雑に絡まっているですね。で、こちら、タリバンは気が早い、大統領官邸にあるジムを選挙後、北京オリンピックの練習を始めた、トレーナー募集中というふうに書かれていますね。これ本気ですかね。ちょっとびっくりですね。で、こちら、タリバンはドアを3度ノックする、4度目にノックした後、彼らは彼女を、一方会見では我々の社会で女性はとても活発に活動することになると述べたというふうに言われております。こちらですね、タリバンは彼女のドアを3回ノックした、4回目彼らは彼女をこういうことをしたというふうに書かれております。タリバンは彼女にはドック3、そうですね、はい、ナジャはアフガニ、これ CNN の報道ですね。ナジャはアフガニスタン北部の小さな村で幼い3人の息子と娘と一緒に家にいたが、タリバンの戦闘員がドアをノックした。いやー、これほんとちょっと読んだら胸が痛くなりましたね。はい、そうですね、このように、やられてしまったというようなことが書かれています。実際のところは、まあ、いろんな情報が、ね、錯綜してますので、何が本当かどうかここでは言い切れないんですが、本当にこれが事実であれば本当に嫌なニュースですね。で、こちら、アフガン政権崩壊、米の影響力低下つく、 C 国、アフガニスタンで C 国が影響力を増すことは必須。ネット、無能な老人に政権を委ねた結果がこれ、政権担当する能力なしの梅さん政権、日本にもあったな、こういう政党が、というふうに言われていますね。はい、いや本当に、四国の影響力を増すことは必須だと書かれていますね。で、こちら、最後の陥落を思い出させるタリバンのカブール制圧、米軍機にしがみつき落下する人々が痛ましい、アフガン国民の意思と選択を尊重、友好協力を発展させ、和平と復興のために建設的役割を果たしたいと、四国、人権弾圧という共通項を持つ両者の共闘、考えただけで恐ろしいというふうに言われていますね。はい、いや、こういうふうに言われていまして、合わせてこちらですね、 C 国、タリバン政権を認める可能性が高いというふうにこちらでは書かれておりますね。 CCP の王毅外相は7月28日アフガニスタンの反政府勢力タリバンの幹部であるこちらの方と天津で会談し、国際的な議論を巻き起こした。CCP は15日にアフガニスタンを掌握したタリバン政権を認める可能性が高いというふうに言われておりますね。はい、もう認めてるっていうふうな噂も聞いているんですが、もう本当に裏でつながってた可能性も高いかもしれませんね。で、こちらですね、こちら日本語訳したものを読ませていただきます。アフガニスタンのアメリカ人に関するトラさんボス、彼らが彼らを人質とみなしていることを保証できます。それは非常に悪い結果を持っている可能性がありますというように、アメリカの残っている人たちが人質になる可能性があるというようなことが書かれていますね。アメリカ人質の身代金は彼らの活動に資金を提供するだろうみたいなことを言われたようですね。はい、で、合わせてこちら、トモさんのツイートです。ですね、MSNBC 重鎮リベラルが、こちらの急進左派団体の最新動画を紹介、トラさんは5000名以上のタリバン犯罪者を釈放、米アフガン和平担当特別代表ザル・メイ・ハリルザド、トラさん政権はアフガン政府をタリバンとの交渉の場から排除した、トラさんは専門家の助言を無視した、トラさんがタリバンに力を与えた、トラさんが梅さんに罠を仕掛けた、トラさんがアフガンをタリバンに撃った、全部トラさんのせいだという主張ですね、というふうに言われていますね。さすが重鎮リベラルって感じですね。で、こちら、トラさん、ブッシュの中東出兵は米国の歴史上最悪の判断だったというようなことをおっしゃっているんですね。で、こちら、トラさん、フォックスナウ、我が国にとってこれほどの恥はない、ポンペを含む側近はタリバンとしっかり交渉、根回ししてきた、タリバンには他国がやったことのないような武力で立ち向かうとメッセージを発信してきた、タリバンとは条件付き合意を交渉、模索した、膨大な軍事費を投下したというふうにですね、トモさんがすごくトラさんのおっしゃってることを解説してくださってますので、めちゃくちゃ膨大にあるんですが、ぜひですね、
めちゃくちゃ詳しくわかりますので、トモさんのツイートをご覧いただけたらと思います。で、こちらですね。こちら日本語訳したものを読ませていただきます。ジャストイン。ハニティとのインタビューでトラさんは米国を中東に進出させたとしてブッシュを批判した。私はそれが私たちの国の歴史の中で最悪の決定だったと信じていると。こちらでも語られている動画ですね。で、こちらですね。こちら、トラさんボスギャブの投稿なんですが、こちら日本語訳したものを読ませていただきます。昨日アフガニスタンで起こったことはベトナムからの撤退を大人じゃない人たちの遊びのように見せました。おそらく世界の歴史の中でこれほど悲惨な扱いを受けた撤退作戦は一度もありませんでした。不法に成立されたボスは多くの点で私たちの国に大きな恥をもたらしましたというふうに言われていますね。怪しいように選ばれたボスは私たちの国に大きな恥をもたらしたというふうに言われていますね。で、こちらリズ・ハリントンさんですね。トラさんの報道官の方ですね。これは最大の恥ずかしさであり、恥ずかしさを超えてこれは今後何年にも渡って私たちの関係に影響を与えるものです。中国がこれを見ると彼らはとても幸せで私たちを笑っています。トラさんボスは真のリーダーであり真実を語っています。アメリカにとってとても悲しい日というふうに言われていますね。で、合わせてこちらですね。トラさんボス声明。アフガニスタンはアメリカ史上最も恥ずかしい軍事的成果だ。私が大統領だったら絶対に起こらなかった。撤退にあたっての梅さんの無能ぶりが問題なのだというふうに語られております。で、こちらポンペオ国務長官ですね。前国務長官。梅さんはアメリカ国民を守ることに完全に失敗した。トラさんボスは私に若者を安全に返すよう撤退する際は抑止力を使うよう指示していた。梅さんはそうしなかったというふうにですね、わかりやすく違いを教えてくださってますね。で、こちらですね。不倫元帥。梅さんのアフガン失敗で私の心は傷ついた。トラさんボスは国際的に我々の尊敬を高め、タフでスマートだったことを証明したというふうに言われていますね。いや本当にもうあからさまに梅さんとトラさんの違いっていうのはつくづくここで感じられますよね。皆さんいかがでしょうか。ぜひ皆さんのコメントなどコメント欄でお待ちしております。というわけでここから先はプレミアメンバーシップの皆さんに向けてのコンテンツになります。ここから先はですね、一般公開ではしにくいような内容、アフガンの続きのちょっとヤバめの内容であったりとか、それ以外の内容なども扱いたいと思っております。ここから先のご視聴は概要欄からご視聴ください。またメインチャンネルとサブチャンネルは登録は別々になりますのでご了承ください。エヴァ少様はここまでです。ありがとうございました。というわけで本にもたくさん紹介したいのですが、本日は以上です。本日もありがとうございました。チャンネル登録、いいねクリック、コメントよろしくお願いします。それではまた。追伸スタッフティーのつぶやき、というわけで今日もつぶやいてみたいと思うんですが、今日はですねすごいやばいお話を聞かせていただきました。来週公開となる予定のやばい講座の話を今日は収録させていただいたんですが、かなりアフガニスタン×CCP の C 国のすごい 裏の世界とか裏の社会、裏の現状というか背景、そしてなぜあのようにアフガニスタンが一気に急展開に向かったのかとか、そういろんな話をですね、こう分かりやすくお話ししていただいて、これかなり一般公開しにくくて相当編集入れる形になると思うんですけど、ちょっと相当楽しみにしていただきたいというか、ぜひ聞いていただきたい内容が取れましたので、ぜひ来週公開予定のヤバい講座をご視聴いただけたらと思います。乞うご期待って感じですね。まあゲストさんの名前はここではまだ伏せておきますが、お楽しみにしていただけたらと思います。久しぶりの文化人の登場の方ですかね。はい、どうぞお楽しみにしていただけたら幸いでございます。というわけで本日もありがとうございました。それではまた。通信の通信、最後はやっぱり面白い動画でやりたいと思います。本日はこちら。面白い動画というか、今日はちょっと特別な動画ですね。仲良しだった犬が亡くなった数時間後の猫の行動が涙涙涙というふうに書かれています。ちょっと見てみましょう。というわけでいかがでしょうか。なんか面白い動画っていうか、皆さんこれなんか理解していただけましたでしょうか。この寝かしだった犬が亡くなった数時間後に猫さんがこのようにこう手をこう空中に上げてらっしゃって、ここにワンちゃんの、ね、幽霊というかね、魂がいらっしゃって会話してたのかなっていうようなことですね。はい、
やこれほんまかよっていうような方もいらっしゃるかもしれませんが、まあね、まあ、そういうふうにこの感じで見たらなんかすごい私はグッて感動してしまいまして、なんかぜひ皆さんに紹介させていただきたいなと思って紹介させていただきました。はい、妄想動画じゃないですが、はい、いかがだったでしょうか。うん、本当にはこういうのもいいですね。はい、というわけで本日もありがとうございました。それではまた。